レディオジャム、ウィワナビ、ユアナンバーワン。ペンダントさびついたシルバー、安定せないすぐに乱れて反省する前に溜まって顔面さえ覆しかねる It is killing my cell。 景観を思い描かせる生産に馬鹿げたフレーズ、山崩れる変に高い自尊心ひけらかし、安定せないすぐに乱れて反省する前に溜まって顔面さえ覆しかねる It is killing my cell。 安定せないすぐに乱れて反省する前に溜まって、顔面さえ覆しかねる It is killing my cell。ということで皆さんいかがお過ごしでございましょうか。2007年2月の3日、おにわー外レディオジャム U&B1 ナンバーワンのお時間がやってまいりました。いかがでございます、よろしくお願いいたしますよ。ということで今週もいろいろやっていきましょう。まずはインザグループスーパーノバ21世紀型アーティスト発掘企画でございます。インターネット上で頑張っているアマチュアミュージシャン、インディーズミュージシャンを紹介して早5年ということでもうよくやってるね、つなげて今週もオープニングは、新しいアーティストでございますね。チープオーディオというアーティストをご紹介いたしましょう。チープオーディオの聴いていただいた曲はキラーギターという曲でございました。ということで、チープオーディオプロフィール、香川県を拠点に活動中の男女ボーカルの3ピースロックバンド。ちなみに3ピースってのは3人って意味ね。ビートルズ、チープトリック、ピクシーズ、レモンヘッズ等に影響を受けたシンプルでアグレッシブでちょっとひねくれたポップロック。歌詞は主に日本語、時にシリアス、時にユーモラスに日々の妄想や憂いを綴る。2006年11月、自主レーベルヒッシュ&チップスレコーズより11曲入りフルアルバムベリーを発売。それに伴い拡張ライブツアー中ということで、詳しくはバンドサイトでということで、URL の方ね、いつもの通り言いますよ。www.cheapaudio.org www.cheapaudio.org
こちらですね。www.cheapaudio.org ね。こちらの方をぜひぜひチェックしてみてください。インタグラムスーパーノバのウェブサイト。www.propellershaft.net/nova。こちらの方をご覧いただきますと、アーティストプロフィール、アーティスト写真、ふいでもってコメントなんかも書けたりなんかしますのでね。ぜひぜひチェックしてみてください。ということで、チープオーディオ、また来週も別の曲をご紹介いたしますので、お楽しみにしていただければなと思います。今週ご紹介の楽曲は、キラーギターという曲でございました。ということで、1月、もう終わりまして、早いもんでございますよ。もう2月でございますよ。で、この年末年始というかですね、年末年始違うよ。1月末から2月の頭にかけて、ね、月末だよ。普通にね、いろんなことがあったわけでございますよ。まずね、今日ネタにしたいことがいっぱい、もう本当に今日はね、ネタにしたいことがいっぱいあるんだよ。まずね、お仕事的にですね、私がやってる作業の中で、まあ、とあるサイトのね、今なんかいいことをやってるんですけど、すごい、すごいざっくばらんな会話でございますが、素材がね、ないのよ。こういう状態でなかなかないんですけど、他の人が作ったウェブサイトの、なんか、パーツを、なんか、流用して、で、それっぽーく作るっていうね、やつを今やってて、で、普通そういうのはですね、まあ、ね、フォトショップのデータとか、PSD のデータとかですね、まあ、イラストレーターの AI のデータとかね、普通はあるもんですよ。もうね、何がすごいってね、そういうデータ何にもないのね。で、そのサイトにある、まあ、普通のね、ジフの画像を、こう、なんかですね、ダウンロードして落としてきてですね、それをフォトショップで開いてね、これは多分ここで使ってるフォントは信号だろうとか、で、このフォントはちょっとね、なんか太いから荒いやるだろうとかいうみたいなですね、そんななんかこう、直感で、今、画像をまた作り直すという作業をやっておりましてですね、これがね、なんて言うんでしょうね、パズルみたいで面白いですね。なかなか、意外とね、大変でございますよ。で、ね、ウェブデザインといってもですね、そこには必ずしも素材がないということもあるというですね、まあ、新しい現実を。まあ、ね、そういうこともあるよ。ね、で、そんなことがまずありつつですね、そして携帯がいっぱい出ましたね。au から、まあ、まず新機種、新しいのが出て、そして、ドコモから出て、ウィルコムからも出て、ソフトバンクからも出たということで、ソフトバンクからはやっぱりですね、20色のカラーバリエーションが出たという、812SH。こちらの方が話題でございまして。まあ、これはね、デザイン屋さんとしてもやっぱり、パントーンカラー形態でございますから。今マイクのスイッチ押しちゃった。よいしょ。大丈夫かな？よいしょ、よいしょ、よいしょ。ね、いろんなことが起きてますけども。そう、パントーンっていうのは、カラーチップとかを作ってる会社でございますね。海外の会社でございまして、まあ、日本で言うとなんだっていうのは難しいんですけども、大日本インクみたいな会社だよ。ね、ディックカラー、ディックカラー。そうそうそう。で、パントーン携帯が出たっていう話を聞いたときに、なんでディックカラーじゃダメなんだっていうことではですね、我々の間ではちょっとだけ盛り上がったんでございますけれども。でね、そのパントーンのね、サイトにですね、面白いコンテンツがあって、それをちょっとご紹介しようと。パントーンからね、パントーン携帯の話はしないっていうね、パントーンのですね、これはThis site is sponsored by パントーンインクって書いてあるから、実際には提供してるだけなのかもしれないけど、カラーストロロジーっていうサイトがあってね、だからつまり色占いですよ。Welcome to カラーストロロジーっていうサイトがありましてですね、こちら今 Mac が実は立ち上がってるんですよ、ほら。音出るかな？音。これね、こう、ぴゃって音がですね、こう、ボリュームをいじるときの音なんですね。ね。で、カラーストロロジーっていうサイトがありまして、www.colorstrology.com。カラーストロロジー。ね、このサイトをですね、こう、クリックいたしますとですね。フラッシュムービーが今立ち上がっておりますけどもね。Color is the reflection of the sun's light in all its glory。英語ってかっこいいねっていうね、そういう話でございますけども。まあ、スキップイントロ。フラッシュムービーだもん、スキップイントロだよ、当然のごとく。で、これどういうことかっていうと、自分の誕生日と、パントーンのですね、カラーコード。ね、カラーコードっていうのは、例えばですね、RGB の番号で言うとね、ウェブデザイナー的には、シャープ FF0000 っていうと赤っていう指定になるんだけど、そのね、赤みたいな、指定が、例えば N5-04 みたいなね、カラーの場合、コードがあって、まあ、そういうようなカラー、自分の誕生日とパントーンのカラーコードを一致させるというですね、そういう企画なんでございますね。
出た。私はですね、8月の23日生まれでございますので、今8月のコンテンツをですね、今ページをペコって選んでまして、ディスカバーユアバースデーカラーね、8月は3オレンジなんですね。オレンジ色だね、本当にね。パントーン番号で言うと161257ですね。ね、こちらの方になるわけでございますけども、パントーン番号を選んでですね、フラッシュオープニングしか落としねえの、これ。で、これのですね、8月の23日を選びますと、よっと、ね、You are a dreamer って来たよ、いきなり。歌の歌詞ですか、これは。ね、シーグリーンなんですね、僕の色のカラーは。8月の23日はシーグリーン、パントー番号で言うと165421なんだ。でですね、私の性格はですね、マジカルドラマティックスピリッテド。おい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 、こっぱずかしいぞ。ね、You are a dreamer and it is important that your life, うんぬんかんなんですけども。まあ、ね、このマジカルドラマティックスピリッテッドっていうところでもう全部が表されてますよ。そんな私は夢見がちな人間ですか？ね、すごいですね。ということで、パントーンに性格を判定してくれるという。パントーンが性格を判定してくれるというね。まあ、確かに大日本インク、ディックではやってくれないね、サービスでございますよ。ということで、colorastrology.com をご紹介した後で、今現在はですね、また MacBook Pro。これね、今この MacBook Pro はですね、パレデスデスクトップも立ち上がってるんですよ。で、今ね、だから、これね、Windows のアラートーンとかでも出るんだよ、これ。ほら。ね、Windows のアラートーンが出るんだけど、ね、これを一瞬で、こっち Mac の方に持ってくるとですね、こうシステム環境設定のちょっと今いじって、サウンドっていうところをクリックすると、これでね、サウンドエフェクトでこうやって音が出るから。ほら。Mac でしょ。この警告音は Mac だよ、これ。これね。これは Mac でしょ。で、これで、この、ちょっとね、ですね、コマンドタブで、今、パラレルスデスクトップの方に戻って、ヒデマル立ち上げて、ヒデマル立ち上げてるんですよ。ね、で、ほら、もう音がでしょ、ほら。ね、ほら、なんかキーボード打って、ほら、Mac なんで、Mac で Windows が立ち上がってるという。ね、びっくりですね。そんな時代なんでございますけども、何を熱く語ってるんでしょうか。で、まあ、いろんなことがあるわけなんでございますが、2ちゃんのニュースを見ていたらね、某、漫画雑誌に載っている、連載されている漫画が、某ファッション誌のグラビアを、ね、なんか扉で、なんかね、まあ、要はトレースしたんですな、写真を。ね。で、それがなんか、揉めてもいないんだろうけど、まだ全然、ね、気づかれちゃったんで、とりあえず版元としては、なんかこう、塞いどこぞっていうことでですね、そのウェブサイトに載ってある文章がね、あまりにもすごくてね、これは著作権を侵害する行為であり、関係者の方々には心よりお詫びを申し上げます。この作品を楽しみにしてくださっている、読者の皆様には誠に申し訳ございませんが、このような事情を鑑み、は4月号より救済といたしますということでですね、どのような事情なんだって話ですね。ね、版元が単純に、まあ、このね、出版社がですよ、まあ、編集部でいいや、が、単純にマルシーを取りに行けばいいだけの話ですよ。ね、もう、某ファッション誌のところまで分かってるんだったら取りに行けるだろうと。ね、若干の、なんかね、数十円単位のお金を払えという話ですよ。こういうものが印税なのかどうかわからないですけども。ね。すごいで、しかもですよ、この、作者の方のですね、コミックス原稿で出てる、ね、単行本が2冊ほど出てるらしいんですけども、もう、同様の著作権侵害が認められたため、販売を中止いたしますという。もう釘の打ちすぎ。もう、ガーンガーンガーン、ふたふたふたみたいな感じで、打ちまくりでございますよ。これで、ね、本当になんて言うんでしょうね。エンターテインメント産業が育つと思ってるから嫌ですよね。今ちょうど新しくできました国立新美術館ね、六本木にありますところでは、日本の表現力でしたっけっていう文化庁主催のね、イベントが行われてますけども、どれが表現力っていうものの中には、もういわゆるコピー、いわゆる模写っていうものがちゃんとあるわけでございますよ。で、例えば、ウェブデザインの世界でもそういうものがちゃんとありますし、例えばクラブ DJ なんていう世界になれば、マッシュアップっていう言葉があって、まあ一番わかりやすい例は、JWave でグルーヴラインという番組をやってるピストン西田さんの DJ なんですけども、要は A っていう曲と B っていう曲を混ぜて一曲にしちゃうっていうね、そういうものをマッシュアップって言うんですけども、こういうものは要は新しいものを生み出すわけでございますよ。で、コピーっていうものは必ずしも悪いもんじゃないわけ。で、日本ではそのコピーっていうものをするときはちゃんと許可を取ろうねという風になっていて、で、ね、これだって版元がでは、だってファッション誌のグラビアとかいう風に分かってんだったらそこまで行きゃいいだけの話でしょ。多分このまで下がってが作家まで分かるよ。ね、マルシーを取りゃね、万事解決なのにね、ちょっと話題になって2ちゃんかなんかではなくて、もう二だかなんかなんですよ。ね、
こんなことになっちゃうわけでございますよ。ね、そんなこと言ったら、だって今、なんていうの、まあ、ライブドアの PJ ニュース、パブリックジャーナリストのニュースだとか、あと東京 IT 新聞、この番組でもね、何回も話題に出てますけど、あなたのパブリックジャーナリズムっていうのはどうなるわけだってニュースソースがあるんだろ、だって。今東京 IT 新聞が目の前にありますけど、これ、だってね、なウィルコムの発表とか書いてある以前に、たまにニュースソースが書いてあるもんね。ね、どこどこによると、みたいな記事が書いてあって。ね、そういうものはどこどこによるとの許可をちゃんと取ってるのかいと。例えば IT メディアから持ってきたんだったら IT メディアから許可取ってるのかっていう話ですよね。ね、そういう風になってっちゃうから、なんて言うんだろうね、ちゃんとやろうよ。ね、少なくともさ、商売としてこれをやるんだからさ、ね、某出版社。ね、ね、まあ、どこの出版社もそうだよね。みんな、なんていうの、あまりにもなんていうの、構えすぎというかですね。なんかもう、ちょっと新しい一歩を踏み出さないと業界的にダメだと思うんだけどね、うん、どうなんでございましょうか。ね、ということで難しい話をパントーンの話すべきものなんでございましょうかね。やっぱパンテーンぐらいで止めとくべきだったんでしょうかね、今日の話題的には。ね、でも本当に思うんだよな、新しいものを作り出すためにはもうちょっとみんな頑張らないといけないと思うんですよね、業界の皆さんが。というかその中に自分もいると思うんですよね。はい、ということで一旦お知らせです。どうも、鍋です。という感じで、鍋トークと称して毎日3分を基準に BGM も効果もなしで思いつくままに喋っております。雑誌ワイング編集長が裏方に収まりきれずというのが一応歌い文句です。イラストや文芸がお好きな方はぜひワイングのページも覗いていってください。ということで、鍋トークと雑誌ワイングの CM でした。アイラペッツペット動物好きの方に楽しんでもらうことをもとに運営中、放送中のアイラペッツレディオではペットを飼ってない人でも楽しめるトークでお送りしております。雑談あり、ハプニングありのペットラジオぜひご拝聴ください。URL は http://shingaemon.client.jp/。インターネット放送局、ニンニンチクビ。石川義弘、犬山犬子、田中克樹、宮川勝、渡辺兄、バカチン三股、他、多数出演中のインターネット放送局、ニンニンチクビは、2219.jp。この頃の音楽はちょっと物足りないねと思っているそこのあなた、こんな音楽番組はいかがでしょうか。 nebo.jp インディーズミュージックレディオプログラム、ネボブランドサンドランチャー、サンドクルー DJ ネボスケが今一番熱いインディーズアーティストをどこよりも深く濃ゆくあなたのパソコンに直接お届けいたします。 URL は http://nebo.jp http://nebo.jp まで待ってます。インザグルースーパーノバ。これからもずっと一緒寝て、二人で聞いていただいておりますのは、先々週からご紹介しておりますスエルテというアーティストのひなすみれという曲でございます。藤本裕二さんと石田翔子さんによる二人のユニットでございますけども、なんで今日サイズが短いのっていうねことがあると思うんですけども、実はですね、フルサイズの音源をちゃんと送っていただいたんですね。5分1秒あるトラックをで、実は送っていただいたんでっていうことであんまりチェックしなかったんですよ。そしてですね、今こう番組をさあやるぞって言ったらですね、トラックがなんとインストだったという
で、さすがにこれはですね、マッシュアップするわけにもいかないということで、急遽ミュージーのね、アーティストページの方からですね、ショートバージョンをダウンロードして、こちらの方でおかけしたという資材になっております。ね、皆さんは1163回ダウンロードされているこのファイルをですね、今お聞きいただいたということになっておりますので、逆に言うとですね、ミュージーのサイトに行けばダウンロードできるということでございますね。ちょっとですね、このまんまでは、あれなので、スウェルテのですね、方からですね、この曲もかけてくれと、言われていた、ノクチルカというですね、N-O-C-T-I-L-U-C-A って書いて、ノクチルカという曲があるんでございますけども、で、この曲はですね、実はね、今回、1,2,3,4,5 回、スウェルテご紹介することになっちゃうんですけども、その中に入ってなかったんですよ。だけど、まあ、今この場でですね、ちょっとその曲を、ご紹介しようじゃないかなという。ね、もう緊急事態いろいろくるくるとですね、頭を回転させていくというですね、このぐらいのこの俊敏さが。ね、ということで、聞いていただきましょう。スウェルテで、ノクチルカ。これはですね、これな、夜海ポップスでいいのかな、ジャンル。ね、夜、ね、深夜とかいう時のあの夜に海っていう字書いて、夜海ポップスっていう書いてあるんですけども、ノクチルカ、夜行中っていう意味でございますね。聞いていただきましょう、どうぞ。本当に何でしょう、即戦力ですよね、いわゆるね。もう本当にこのまんま世の中に出していっても問題ないっていうぐらいのアーティストで。ねえ、まあ、今日はね、いろんな事態がありましたけども、ね、スウェルテ、藤本裕二さんと石田翔子さんによるユニットでございます。ウェブサイトがありますので、ぜひぜひチェックしてみてください。URL は www.geocities.jp/hige-hp。www.geocities.jp/hige-hp。こちらの方になります。インテグラムスーパーノバのウェブサイト、www.propelashaft.net/nova。こちらの方をご覧いただきますと、アーティスト写真と、じゃないや。アーティストプロフィール。ね、こちらのご覧いただけるようになってますし、コメントとかも書けるようになってます。今回ちょっとね、私が、インストだって気づかなかったっていう、最悪の理由でこんな事態になってしまいましたけど。まあね、2曲書けたじゃん。ね、ポジティブに捉えようよ。ね、物事は。ね。ね、だからもうね、いろいろこう前をちゃんと進んでいくわけですよ。ね、ということで、スウェールでご紹介した楽曲は、頭でかけたのはひなすみでっていう曲でございまして、その後にかけた曲は、ノクチルカという曲でございました。ちなみに、ノクチルカは夜行中って意味なんですな。ね、夜に光る虫とか言って夜行中。ね、ホタルじゃないですよ。ね、ということで、そんな感じでございます。また来週もね、スウェルで、ちゃんと、来週はちゃんとご紹介しますので、ね、お待ちいただければと思います。次回更新は2月の10日土曜日、また深夜になると思いますので、ね、11日日曜日になっていただけるといいかなと思います。ちなみに2月の11日はですね、私の地元の近くのですね、ところでですね、前にご紹介しましたミッシングピースさんがですね、イベント出るらしいっていう情報を、そこのお店についてるでかいマルチビジョン、ね、画面で出てて、おーとかいうふうに、思ったっていう情報で、後でちゃんとね、確認取んなきゃいけないんですけども、そんなことがある最近ですよ、ということで、ぜひぜひ来週も楽しみにしてきて、いただければと思います。
そんなわけでございまして、今週はね、もういろいろありましたけども、ね、もう途中でね、なんかね、前半のパートでものすごくノリをよくね、もうこれからね、エンターテインメントはみたいなことを語ってたくせにですね、いきなりなんて言うんでしょうね、もう穴があるというね、そういう感じでございまして、まあしっかりしなきゃいけないなというふうに思いますよ。ね、あだってもう2月もね、もう3日でございまして、とりあえずですね、なんて言うんでしょう、なんて言うの、まあ1年のね、一つの節目をね、なんて言う、役主の方はね、お迎えになられたということで、ね、だから前役だった方は翻訳になり、翻訳だった方は後役になり、後役だった方は抜けたわけですよ。ね、そんなわけでございまして、まあね、いろんなことがある、ね、2007年、ね、これからね、まだいろいろ頑張っていかなくちゃいけないということでもですね、いろいろとポジティブに、ね、いろいろ前を向いて進んでいこうではなかろうかと、ね、いうふうに思います。まあ、ね、いかんせんね、パントーンにあんなこと言われちゃったからね、もうあの辺でもう、ね、夢見る人みたいなこと言われちゃったから、ね、そんなわけで、とりあえずですね、来週の目標。ね、こうだ、じゃあ今週の目標、来週の目標、未来を言ってどうすんだ。今週の目標はですね、とりあえずですね、しっかりします。もうちょっと。人間として、しっかりしたいと思いますので、いろいろとね、今週もいろいろとよろしくお願いいたします。ということで、また来週お会いしましょう。伊坂でした。